これは柿です。変異っていうかもしれんけど、なってます。本当だ。ここに、めんこいの、うん。これね、去年いっぱいなってね、今年ちょっとね、あれだわ。疲れてリハビリだ。あ、そうか。休んでるんだ、ちょっと。うん、柿は柿で、これね、あの、色つきます。なんぼ切っても関係ねえから。もう、かなりこれ熟してるから。熟してないけど、もう、親になってるからね。もう落ちることないの。根っこブツブツ切っても大丈夫だよ。でね、今回はね、そういうことを前提として、それを、まず踏まえてね、これを、こういうさっき抜いたの。そしてね、この根がね、これ、すごいグロテスクでしょ、うん、ところがね、この根ってね、これこうやって出てくるの、子が、うん、だから意外とこれもちゃんとね、ほぐせば出てくるんだよ、うん、それでさ、これバンバンにこう根張ってるけどね、こう張ってるでしょ、根ね。ところがね、これをですね、取るわけよ。こういうふうにして、こういうふうにしてなってて、これを本当はきれいにほぐして伸ばせばいいんだけど、うん、これはね、長年こうなってるとちょっと至難の技なのさ、うん、これはバラすのは硬くなってて、うん、この根はいいさ、うん、この根ってなんとなくかっこ悪いでしょ。だからこれはね、一応結果どうあれね、いらない枝なの、いらない根っこなのさ。あ、そうなの。それでここでね、こうバチンとこういくわけ、うん、こういうふうになって、それでできれば下まで取ってこのまんま欲しいんだけど、なかなかこれね、これしぶとくね、絡んでんだわ。あ、その根っこが欲しいの。この根っこが欲しいのよ。この根っこ欲しいってね。いや、これね、全部ばらせばね、これそれぞれ下にあるやつ、これこう横に走ってるでしょ、うん、こういうのも全部出てくるの、うん、こうやって。ああ、そっか。これこれこれ吹き出物、うん、これただぐるぐる巻いてるだけ、うん、それそうやって切っちゃっても出てくるの。どこ、これかい。いや、今根っこ切ったでしょ。これかい、うん、おー、全然関係ないの。あ、そうなの。うん、これはね、これ切ったら、うん、これを土の中埋めとくと、こういうとこから出てくるの、根っこ。へ、これと同じ、うん、これだってどっかに根っこあるわけ、うん、そこから胴吹きしてるわけね、うん、だからその根っこを残したまんま、このここで切って、この先に根っこちょこっとあるでしょ、うん、それを植えとけばこれがブーッと出てくる。それは別に上が上とつながってから出てるわけじゃないの。違うの、違うの、うん、な、見こなしてもそんな太い根っこをぶっつり切ってもいいの。これかい、うん、柿は大丈夫。これちゃんと色ついてね、うん、来年までついてるよ。あ、そう。うん、リンゴもね、大丈夫だよ、うん、あの、実が充実してからだったら、うん、あの成長期にやったらダメだけどね、うん、もうこれはもう今月のもうお盆過ぎたら色ついてくるから ね、 そ う、 だね。そういうやつはね、ちょこっとここに親に根っこあればね、全然身痛まない。うん、どっちかったらね、あの、あれもリンゴもそうだし、梨もそうだし、あとはあの、あれはダメだね、桃とかさくらんぼとか、ああいうのはすぐ痛むけど、リンゴと柿だけはあれだわ、あの、身ついてからこういうアレルギーしても大丈夫。あと身のね、柔らかいね、クワとかね、うん、あの、ああいうあるんだ、鳴り物がいっぱい、いろんなの、うんうん、身のね、柔らかいやつはあんまり持たないね。あ、そうなの。うん、硬いリンゴとか柿とかね、うん、柿でもね、普通のあの食べるようなね、うん、あの柿はダメ、柔らかいと、ぐちゃぐちゃになる。これはね、あの、食べても美味しいんだけどね、うん、種入っててね、実なんてほとんどないね。かちゃんと柿の味するよ。でも問題はね、これさえ取れればいいんだけど、あとはさ、またいいんだけど、これとこれを取りたかったのさ。これも、これも取りたいのさ、これ。この浮きね、
浮根さん、これこれはねちょっとあればいいんだけど取れそうだぞ。これは取れる。こういうこと、こういうこと、これこれこれ、これが出てくるんです、こうやって。あ、そう。これはここから出ますよ。それを今目的にねやってるの。これは何、ここを地上に出すのかい。ああ、この部分をほとんどねなるべく出さない方がいいんだけど、これ今まで出てたからね、本当は土の中に入ってるもんなんだけど、今まで出てたからいいんだけど、できればここまで埋めた方がいいね。そうするとここからプツッと出るし。なるほど。もっと短くして作りたいときは、うん、こんなに長くしないのさ、うん、ここで切っちゃうの。あ、こうやってそれで切って上に立てて、うん、そしてこうやって置いとくの。でここから出てくるの、ピュッと。でただね、根ってこれ面白いでしょ。今これね、このままこうやって植えてもいいんだ。そうやって植えるのさ。だけど根ってこうやって自然に曲がりがあるでしょ。今切っちまったけど、これをねこうやってあったでしょ、うん、この曲がったまんま植えてね、こうやって植えとくとさ、うん、こっから埋めないで鉢の上に出しとくと自然な形になってでしょ、うん、でこっから頭から出てきたらふにゃふにゃふにゃって曲がった感じになってでしょ、うん、こういうことです、こういうことです。またそれも埋めとくば、これは出ます、必ず出ます。これはさっきのとこ行ったっけ。え、あれこれのな、あれちょっとこっちの、あ、ここにあった。本当だ、それが今の勝利心。さてそこまで来た、これこれこう、おこうだ、おおこうこうこう、こういうこと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 、おお成功。やってみるもんだ。あ、根っこついてるからね。こういうことなの、うん、だったらこれはね、このどこが面白いかっていうことなんだよね、うんうん、これが面白かったらこれ全部取ってここに埋めとけばいいし、うん、それでここが面白いと思ったらここで切っといたら2つできるわけ。あ、なるほど。ここで切っとけば、うん、こっからも出る、こっからも出るの、うん、2本取れるの、ミニが。これ寝伏せだけど、もうどうする、これこれ取るか、これもなんかいいんか、ほら、okay. これ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 なんか良さそうだぞ。おい、ちょっと出てこい、これこれさ、こういうことや、これこそ折れたわ。ダメだ、よっ、いてて、お、今飛んだのはね、それそれ、これでしょ、うん、これなんかこれバッチリ健康有料児、バッチリだよこれ。これはねスポット埋めとくの、うん、頭見えるか見えないかぐらいに、うん、そしたらプルプルプルと頭から出てくる。これこういう感じですよ。ちょっと根っこをついてくれ。これまたがっちり食ってるわ、ここで噛んでる、これ、うわわわ、えい、これ一本犠牲になれ。このね柿がね、あのミニに作るときに、秋にね、ミニに作るときにね、こういうことやるんですよ。小鉢に入れ替えるときに、実になってるから可愛いでしょ、うん、可愛く見せるのにね、うん、秋にこれやってもね全然、あ、実がちゃんと色づいてね、落ちることなんかないの。うん、これよ、これ取れば、これだからね、まだどっかに潜り込んでる。おおお、ちょっとねあればいいんだよ。出ねえか、もうちょいだな。いや、刺さってる、これ。お、来た、これ、おお、こうやって長く取れればね、うん、何本も取れるの。
ブン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 ってやるから、うん、だからトウロ巻いててもいいし、うん、畑に植えてずーっと伸ばしてもいいのさ、増やすときはね、うん、だけどこうやってやると取るの大変だからね、やっぱり大きい鉢に入れてぐるぐるぐるっとね、トウロ巻かしといた方、あの自由に伸ばした方が増やすときいいんだよね、うん、いい加減にせよって言われてるんだよ、うん、この子たちにその辺でやめてくれよっつって、よくたかりめっつって、これこれでいいんです、うん、お宝で、これはあの結局切っちまうと上が下だかなんだか分かんないでしょ。あ、そうだね、一応これはなんとなく分かるでしょ、これね下細くて上太いでしょ、うん、だからこんなんだったらさ、どこで取ろうかなと思ったらさ、一応まあ2本取ろう、これ1本じゃちょっとね、だから適当にこの辺でねこうパチンとやっとくけど、うん、これを上にしてねこうやらないとさ、どうでもいいんだけどね、土なんか埋めちゃうんだから、うん、どっからでも出るからいいんだけど、一応上下大体覚えておいてさ、うん、こういう巣にしてねこうやるわけさ、こんなのちょっと長いのちょっと切って、やっぱり太さとしてはそれぐらいが限界かい、限界だね、ちょっとこれもねやったことあるけど、こんなのやっぱり確率悪いね、うんうん、なるほどね、理屈は出るんだけど、うん、やっぱりこのぐらいまでだろうね、うん、これは今、うん、一般的には今時期でいいの？いつでもいいです。あ、いつでもいいの？いつでもいいです。うん、別に。それはあんた真冬にね、うん、マイナス10度のとこにポンとね、うん、やったらダメだけどさ、うん、あの冬ガングラガンに凍らしたらダメだよ。冬の凍る時期以外はもういつでもいいんだ。うん、いつでもいいの。うん、それで、あの普通に水やって乾いて水やって、そうそれでいいの。だから普通の水って普通より少なくてもいいよ、いっぱい出てきてこんなになったらね、あの大変水いるけど、これのねこうやって置いてね、なんかね出てきたやつ針金かけたのどっかにあったな、これね、これこれいっぱい割ってる、これいっぱい下から出てきたのもあるし、うん、これなんか知らんけどいっぱい根っこぐちゃぐちゃに去年かおっとしかぐちゃぐちゃに入れといたら、うん、こうやってこれ親だけど、この切ったやつをみんな突っ込んでおいたら、これはまた出てきたヤゴね、うん、この辺のやつ 4,5 本突っ込んでおいたやつだよこれみんな、うんうん、そしたらこれ出てきたから一応針金かけて今外そうと思ったのさ、したらもうだいぶ食い込んできたから、ね、ああもうそういうことなんだ、こんな風になるの、これ証拠物件、うん、これの慣れの果てがこういう風になる、そう慣れの果てがそういう風になって、これだからまたバラしてやると、うんまあ、こんな太いものと違うけど、うんうん、こういう小さい柿がいっぱいできるんです、なるほどね。